やっぱりあと特に弟子と一緒に訓練できるチャンスであれば、まあ先生もとても元気になりました。公式的なバージョンを言いますと、長寿宮城先生の継続者は八木明徳と東聖子と宮崎一と神南がでありました。その4名ともですね、もう亡くなっていまして、とても素晴らしい先生でありました。時々他のですね、もう仕事もしたことありますから、時々宮城長寿先生と一緒に訓練しましたが、宮城長寿の一番有名な弟子である新里次男は第二次世界大戦の時に亡くなりました。兄貴宮城先生は先生のお家の中に住んでて内弟子でありました。長寿宮城先生は兄貴宮城先生に自分の全ての知識を渡しました。肩分解まで。Ученики укрепляли суставы и мышцы при помощи гантель, чиши, горшков, нигиригамы, каменных... 長寿宮城先生は非凡な官僚、自分の先生であり気軽な官僚に言われた通りに訓練しました。それによりますと最後の5年のうちは準備運動のみの訓練になってます。保持運動と三鎮型もその最初の5年にやらなければいけません。生徒たちは茶師などを使って訓練しました。巻き割るを使った訓練と石差しなども使っていました。掛けという練習もとても注意されてました。宮城先生の言葉によりますと、長寿宮城の優れた弟子であった柿先生と宮里神南は肩の全てではなくて本当に細かいところまで平手型三鎮と特回手型正三の肩のみをやってましたと。長寿宮城先生がいつも言いましたのは、三鎮の実は三鎮型の訓練の面で全然いいですと言いました。なぜかというと、三鎮型の技術には50の全ての技が入っていると言いました。空手を訓練した時は私たちは全然喧嘩はしてないんです。宮城長寿先生がそれを見たら本当に怒るはずですから。彼がいつも言ったのは、いつも本当にモードストでやってください、パンチで赤くなったテーマでもですね、一般的な市民から隠すつもりでた。あと訓練の時には必ず手のですね、指が強くなるように訓練しました。指の訓練なんですけれども、砂などを使って訓練しました。やっぱり指はですね、釘のようにならないとダメと言われました。日本の現在の三鎮のやり方はですね、やはり沖縄の本当のやり方とは違いまして、まだ違うところがあります。12年にわたって兄氏宮城先生は正しいやり方などを三鎮とか訓練の正しいやり方をフィリモノフ先生に伝えてはいました。
напоминает порой 40-градусную окинавскую. 特に沖縄の夏は40度までも気温が上がってるんですけれども、その状況で自分は、まあ、汗もですね、水みたいな感じで体をだからフィリモノフさんは日明月はやっぱりどうやってそんな意図してたけど、どうやってそんなに、まあ、体強いかっていうふうに自分は聞きました。なぜかというと、その時は宮城先生はただ見せたとか教えただけではなくて、自分も、まあ、フィリモノさんと一緒に訓練をしましたから。例えばですね、まあ、バーに飲んでこんな感じの、まあまあ、状況になる可能性もありますからと。西宮城先生はとても心は豊かでした。それは分からない人たちもおるんですけれども、やはり心が豊かであればお金で全然評価できないものではないかと思います。宮城先生はいつもね、私に言いましたのは、なぜ私はこんな生活をしているかとどうか、お金でですね、代位を上げることもないし、なぜ私そういうことはしないかというと、私の先代であった中旬宮城もとても貧しい生活を過ごしてて、特に死ぬまでの何年間にわたって本当に何もない生活をしました。私も中旬宮城先生の弟子でありますから、カエルの休以降起きてますから、先生と同様にお金で空手でビジネスとかを空手でやるつもりはありません。先生もそういうふうに言いましたから、私も全く先生が言った通りにしますと。